緊急で動画回してるというよりもめっちゃ急ぎやねんけど、ちょっとやばいねほんまに。いろいろ考えてたら時間マジでなかったと。今から普段何してんのかっていう動画を撮ろうと思ってて、まあなんやかんや朝起きてダラダラしとったらマジで時間なくて、ちょっと行かなければいけないんでな。だからここ 2,3 日のジョーっていうのをお見せしたいなっていう日常動画を撮ろうと思ってんねんな。やけど時間がねというわけで、ここ 2,3 日のジョーをお見せしたいと思ってます。そして最後、あの某大物 YouTuber とのお別れのシーンがあったりとかすると思うんで、ちょっとそれを皆さんお見せしたいと思います。まずは今日のジョーを今からもうちょっと外出て見てください。よし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 、レッドゴー。今からはレディゴーのミーティングな、たまにの水曜日であんねん。みんなで集まって今後どうしていくかとか課題とか、まあ、これからやっていくことみたいな話し合うんでな。ちょっと遅刻してもうた。やった。今日はとりあえずミーティングの後、全従業員普通に飯行くっていう、だからミーティング風景を映したいなと思ってます。遅刻してるから怒られるかも。誰や、誰や、お前何してんのかなと思って。お疲れ様です。熱心に何してんの？秘密会議。あ、秘密会議か。よしてもらっていい？ちょっと困るんですよ。あ、そうですか。もみあげどんな変なのどうやったらそんなもみあげ必要ないんでしょ。何書いてんの？振り返りです。先月は10月の個人目標、やさしさん小学生か。え、でもこうやって撮ったら、あ、いっか、深夜映らんし、うん、これで。11月個人目標、健康。まあ大事やけど個人的個人目標やもっとなんかお客さんを笑顔にするみたいな。11月全体目標、笑顔。目標達成のための具材で、よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ。できることが目標だから。ああいいな。そうやろ。いいこと言うわ。今年もハロウィンできんかったわ。それはそうだよ。今年あれやん、上手でだけやったわ。恐竜したやつ、うん。あれ、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 あ
ない。あ、俺が自分で汚れてたら悲しい気持ちになる。じゃあ後でやるわ。これでもすごい視線を感じんねんな。わかる。いや、なんかわかる。これファンの方も嬉しいじゃないですか、ジョーさんが拭いた。あー、確かに。で、サイン書いとこ、ピカピカにして。めっちゃおもろかったな。これ置いた時に、ここ髪切れるんですかって言って、見知らぬのおっちゃんがほんまに髪切りに来て、ここあの居酒屋なんで、よかったらいっぱい飲んで行ってくださいって言ったら、そのまま飲んでいって帰ってくるんですね。こいつ集客になったわ。汚れとんな、こいつ。いやでもあのポスターの方が男前で、こっちの方が男前、ネタポスターの方が男前、そうかな、今の方がかっこいい、あ、そうやろ、ほら、なあちゃんの意見がすべてや、もうみんな、ほな、おばちゃんの、もう、腹口も出してあげたいよ、ほんまに、掃除してめっちゃ腹減らして、手が盛りの見ていこう、わ、めっちゃおもろいもん見つけた、やばい、うわ、すごい、これ言うてたんは覚えてるけど、ジョーの一ボード作ったって昨日岡山行っとってん、岡山ついてある、すげえ、リアルタイム更新されてる、なんか今大阪に戻しとこ、すごいな、感動しちゃう、みんなよかったら一ボード出てこ、来たらここにおるよっていうのを置いてるから見て、ジョーがどこにおるか確認して、ゾウくんどこですかってめっちゃ言われるやろ、毎日聞かれるやろ、申し訳ないと思ってるよ、それを乗り越えていてくれ、はい、だね、みんな見に来てな、ここで写真撮ってな、ジョーブロック、さあ行くぞ、腹減ってんのに元気やな、腹バリ減った、やばい、バリ減ってんじゃん、マジで、はい、今日は今からスタッフのみんなと店休みなんで、ミーティング終わった後に、掃除終わった後に飯会です、うわー素敵な経営者やな、みんなで飯会やで、最高やな、で、なんか今日おばちゃんがよう行ってるデカ盛りでびっくりすると思うわ、びっくりする、だから余計に私としたら個人的に教えたくないような秘密基地が、私、ああそう、だからそこでもう従業員飯会しようぜみたいな、レディゴー飯会しようって話してて、どうせ行くんやったらみんなでわーってやった方が面白いかなと思って、ちょっと少人数ではきついね、あそうなん、食べきられへんねん、あっていう量、うん、だからみんなで行った方がいろんなメニューを食べられるやん、少人数で行ったらメニューみんな制覇できへん、うん、そうやって常連さんでやってるからこそ安く多くで、なんかね、そのお店はね、もうかなり古いお店で、あ、地元密着やろ、そう、50年以上やってはるわけだから、俺最近な思うのが、うん、発信する側からしたらさ宣伝になるからってよかれと思って、はい、で、例えば俺撮影許可下ろして最近、うん、90何歳のおばあちゃんがやってるみたらし団子屋さんがあって、うん、はいはい、で、俺めっちゃ素敵やんと思って、そんな大先輩の仕事頑張ってる人のお話聞けたらと思って、うん、あのよかったらあの撮影許可いけますかって言ったら、うんうん、もう勘弁してくださいって言って、もうバズってもうて、もうてんやわんやで、で今までみたいに仕事できんくなってもうてみたいな、おばあちゃんにしたら自分のペースで仕事するのがそれよかったのに、何十年続けてたのに、人が来すぎてもう回転率の店みたいな、全部メディア依頼とか断ってるんですって言って、いい店ほどだから紹介できひんかったりすんねん、ほんまにそういうのもちゃんと考えなあかんなってめっちゃ思ってん、うわ取っとけばよかった、おばちゃんが声かけられてるし、俺気づかれずに目立つから切ります、あ、あそこ、うん、じゃあもう入ろ、入ろ、こんばんは、メニューやばい、メニューやばいって、焼きそばとか250円、コロッケも250円、おでん3個入りで200円、卵こう、このまま使うぐらい、やばない、なんか言うてるよ、やばいって、すごい変な量、これはこっちのボール入ってんの、こっちすき焼きやな、すっごい、持って持って、重たいからちょっと持って、これ2人前、嘘嘘、1人前なんぼなん、250円、鍋やで、鍋250円、鍋250円、1人前、これは鍋ちょっと多めにもらう、250円のお店って何本なの、20枚急に来たからサクッといくで、もう早飲みたいから、はい、みんなレディゴーでいつも働いてくれてありがとう、今日は楽しませ、乾杯、よしみんなでつぶれよ、はい、よかった、いっぱい、
頼んでみんね。頼んでみるっていう言葉になるわ。唐揚げください。はい、唐揚げ1個でいいの。何でも2で1個、向こうとこっちやから。ポテサラ、ポテサラ1でいいから。ポテサラ 150円で。ものすごい量、ものすごい量。あ、そう。すき焼きも1人前250円。ありえへん。いただきます。もううまい、めっちゃうまい。絶対もう最短は合ってない。合ってないな。でも無理やろ。なぜコーラ頼んだら、これとグラスとこれでくれ。これは勝手にしてよ。安いな。限界やろ、うん、世の中にはようわからんですよ。ほんで、ほんで、年中もくママ一人でどこ。すごいな。そう、はい、そう、うわ、これ980円。異次元やって。ジョブロック。なんとあのうちの従業員のゆらちゃんが4月にお店を出すみたいです。やったねー。みんなで行こう。見せ目決まった。見せ目、ね、何何何、西成バル川神殿にしようと思って。ああ、いいやいいや。つけたらもう馴染む で、ね、だってレディゴーやで。何笑ってんの。レディゴーで働いてるなんていうのちょっと恥ずかしい。でもだからたまにこう出会った人とかにお店やってるみたいな話をした時に、なんていうお店の名前な、行きますって言われた時に、いや、レディゴーです。レディゴーで行けてるからな。逆になんか考えてください。カワチンって俺めっちゃいいと思う。だって自分たちで考えた名前やろ。絶対その方がいい。やったらストーリーと思い入れが、愛せる名前が一番いい。俺もだからレディゴーを愛してるもん。レディゴーにいたらもうコールゼロやからな。イメージがもうそれといてるからいい。うん、そうそうそうやろ。お手様じゃあ150円。やばい、めっちゃ美味しい。エビの天ぷら1人前300円。安すぎるでしょ。まあまあ、これ以上幸せな世界ないって。プリプリやね。めちゃめちゃ大きいで。プリプリやね。プリプリだ。私とも一緒でプリプリ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。持ってさっぱりついてる。幸せやろ。幸せ。幸せ。なんか飯腹いっぱい食えるって一番幸せやね。幸せやね。美味しいし。唐揚げいっちゃん好きやね。おいしい。一緒唐揚げと。手でやるやん。愛してるの響きだけで救えるほど立ちね。少しだけ眠い。誰か曲がりすぎや。あ、じゃあ写真撮って。あ、ママ、ありがとうございます。あ、じゃあ3人で、イエイ。ママ、今日ママ、遅く前行くわけ、残すちょっと待って、人数見て、人数10人です。10人でかなり食べました。ええー、のママの男前の気持ちやん。マジでママありがとう。一生来る。すごい。マザーテレサ、こんだけ飲み食いして今いつかまた宣伝しよう。あんた宣伝しようじゃねえやん。今回俺宣伝せん方がいいんかなと思って。逆に常連さんだけの店なんかなあるやん。はい、チーズ。じゃあまたあの宣伝するんで乞うご期待。おはようみんな、グッモーニング。朝だいたいコーヒー買うてスタバやったり、セブンイレブンが好きやな俺。コーヒーいっぱい飲んで始まんねんけど、昨日は最高やった。ほんまに大好きな奴らに囲まれてどんちゃん騒ぎしてカラオケ歌って、ほんまにもうベロベロやった。でもあれで会計2万、やばない？12よってやで。1人2000円やで。鍋も食って、すき焼きも食って、刺身も食って、一品料理いっぱい食べて。あそこのママどないなってんねやろな。ボランティアみたいな感じなのな。東京とかにもありやん、おかん食堂みたいな感じでめっちゃ安くご飯提供してるみたいな、人のためにやるっていう
そういう感じやろな。だからビジネスじゃないやろな、あれ。めちゃくちゃいい人やったしな、まあ、ほんまマジでよかったわ。あ、そうや、そうや。で、あ、もん届いて、さっき取りに行ってきたやん、コーヒー買ったついでにこれ。もん届いて。これマジで開けたくて、俺。すごくこれ、名誉があるような。これ、何したかってね。ほら、見てくれ。感謝状。こちら、届きました。イエーイ。マジで嬉しい。名誉あることやん。どんどんこういうことやっていくから、ほんまに。俺の稼ぐ理由はそこやから。でな、こっから俺、まあマネージャー、チンヤと大ちゃん、大ちゃんの方読んで、TikTok 撮影していこうかなと思ってて、天王寺の方に、アベノハルカスあるやん。アベノハルカスの一番頂上からバンジージャンプができるということなんで、ちょっと行ってこようかなと。俺ってな、西成だけじゃなくて、ほんま天王寺とかも最近紹介してるけど、大阪全体、もう何やった日本のもう観光大使になってやろうか。面白スポット探検隊やから、なんか、ダサいな、面白スポット。探検隊って、まあクレイジーチャレンジャーでっか、ずっとクレイジーチャレンジャーって言ってるから。あ、そう、ほんで海外も行くね。今年もう決まってるところで言ったら、あさってちゃう、やっぱ俺何も準備してない。あさって台湾行くやろ。それは先輩が高級焼肉屋さんオープンしたから、ちょっとおいでよって言われて、だからついでにそれも Vlog みたいな感じで、今までそういう旅系だけじゃなくて普通の旅行とかも撮ったことなかったから、撮った方がこうみんな気になるかなと思って。気になってくれよ。うん、だから撮ってみようかなと思って。あとマルタ共和国、それは案件の仕事でもあんねんけど、ただやっぱ嬉しない、そうやって案件を通して海外行けて、かつそこからまたいろいろ回ろうかなと思ったりとか、そういった意味で俺なんか案件とかも受けていこうかなと思って。じゃあプラスそのお金で他の大きなチャレンジとかできたりとか。そう、大きなチャレンジもな控えてんねん。来年になるけど、やりたいこといっぱいあんねん。いっぱいあるから、チャレンジしまくって、そして稼ぎまくって、総合的に稼いだお金を社会貢献につなげたりとか、ほんまええことしまくろうと思って。それこそ俺日本めっちゃ回ってたから、日本の情報どんどんなんか入ってくる状態になってんねや。みんなから探偵に対して応募してくれてるやん、公式 LINE でな。だけじゃなくて、もう海外の面白いイベント催し事チャレンジ事公式 LINE で欲しい。やっぱ脳が一つよりもみんなと一緒に企画を募集できた方が、情報が多い方がいいわけやん。だから皆さんちょっとご協力お願いします。あなたたちの意見をどんどん反映して、ジョーブログは体当たりでみんなに新しい世界を見せていくんで、ほんまによろしくな。目指せ一滴超え。まずはでも一回、今日アベノハルカスあるから、あと夜、今日某大物 YouTuber と飯が入ってるから、それもちょっと見せたらなと思って。おりまーす。んじゃあね、行くよ。ちっ、こっから飛び降りる。行きます。こっから落ちんや、マジー。うわあ、やばかった。ただでさえバンジー苦手やのに、ほんまマカオタワーのバンジー思い出したわ、ほんまに。あー、まだ心臓ドキドキしてる、やばいわ。病院行こう、一回ジョブロック。うぃー、夜になりました。で、こっからな、某 YouTuber と飯行くねんけど、昔の YouTube とかめっちゃ見てる人やったら知ってると思うんだよな。そいつがなんかドバイかどっかなんかもう永住するみたいな。で、プライベートでもうめちゃめちゃ会ってる、シンプルに友達みたいな YouTuber やねん。永住するっていうから、もう会われへんくなるよ、もう最後の晩餐やで。ちょっと待ち合わせ場所来たからしていくわ。ダメちえ、かっこよなってるやん、なんか。思わずか。だって飲みましょう。え、飲もう。え、めっちゃ聞きたい。だって移住すんやろ。うん、移住する。永住、まあまあ永住ほぼの予定。マジで、うん、寂しなるな。いや、思ってるやん。いや、思ってるよ。ちょっとだけ思ってるよ。会いに行けるから別に。まあまあ、そうですね。ちょっと行こう、しゃぶしゃぶ行こう。これ何で動画撮ってますか。さっきも撮っとったんやけど。いや、なんか YouTuber。YouTuber で、これ撮っていいですか。え、ちょっと僕、ネットとか顔出しにして。いや、俺よりさっき始めとるやん、YouTube。さすがに許可取ってほしいです。びっくりするわ、急にドバイ行くとかやって、移住する言い出して。あ、ここっすよ、ここっす、ここっす。まあ、俺が選んでんけどな、この店も。こんばんは。もう、ちょっと俺、明日から寿司島。寿司島、寿司島、え、ここの社長さんはめちゃくちゃディープな島巡りを。チーズバーが一つないわ。寂しなるわ。いや、ほんまに。なんでドバイ行くの。俺だけ聞きたいんですよ。長く言うとね、2日ぐらいかかるんで、めっちゃ簡潔に言うと面白そうやから。何すんの。主に YouTube、田村家の日常 in ドバイをやりたくて。どれぐらい住むつもり。
全く考えてないですけど、動画上げてすぐ戻ってくるとか、そんなんじゃない、あもうネタとかじゃなくて、やろじゃないと、だって今日俺も動画撮ってとか、そんなんじゃなくて、ほんまに5年以降がもう10年いくかもしれんし、でもこの間会った時にいきなり出して、ってなって、いやマジでだって360日ぐらい会うとったんじゃん、いや365日中368日は会うてたんで、じゃあもう一緒に寝てるやん、もう、うん、ずっと嬢さんに撮られてたからな、あそう、まあ、マジで、まあやってたんでね、ごめんなもう一人でも俺タミチのバイトかもで、ランチも一緒に食って、その次の日、うん、リアル8年前俺がだから YouTube 始めて半年くらいで会ったもんな、でその時タミチはもう伝説の人みたいな、あそうですそうです、芸能界で言うとほんまに明石家さんまみたいな、いやほんまにそうやで、今はもうねゴミっすけど、全然全然ゴミではないやろ、でヒカキンさんと同じぐらいじゃん、はじめ社長とか、はじめくんとは一緒にチーム組んでてやってて、そうやんな、めっちゃ知ってるやん、何年の付き合いやねすごいな、面白そうやから、面白そう、なんかロマンを感じてるな、ロマンを感じました、やっぱドバイっていう、うん、すごいトレンドというか、世界の中でも成長率がすごい国なんで、向こうに日本人とかで結構起業してる人がおんねやん、出てます出ます、どんな感じのテンションかな、僕視察行って大田子は18歳から移住してきて3年目です、で21歳で起業してます、日本の和食屋さんやってます、で僕はここで東大生で東大行きながら会社作って、それをバイアウトして、そのバイアウトお金でドバイに移住しました、で今現在何歳、21歳です、でほんまにジョーさんみたいなのも夢持ってる人が多くて、めちゃめちゃ俺も持ってるけど夢、ちなみにドバイの平均年齢何歳だと思いますか、で日本はまあ大体50歳、60歳って言われてるんですけど、やったら若いってことやろ、まあまあそうですけど、8歳とかどうやってビジネスするの、違う、そうおかしいやろ、違うかどうかだけ言って、ほんまに見てる、8歳ファイナルアンサーだいぶやばい、ファイナルアンサー、ちょっと待って、ほんまにやばい、マジで当たらん、どっちどっちのやばい、ほんまに、じゃあ9歳にする、病院紹介しようか、9歳早よ言うよ、正解、じゃもうええねんそんなもん、27歳です、27歳が主に来てる国です、でも最近だから動画上げてなかった、あそうです、動画上げてなかったのもドバイの移住っていうのも控えてたんで、うん、次出すときは移住しましたって動画出そうと思って、そうなんや、めっちゃおもろいやん、めっちゃ夢ある、そうやって自分で新しい環境に飛び込むって、僕の周りそれこそジョーさんだったりとか、やっぱすごい人がやっぱ僕の YouTube を通じて知り合ったし出会ってたんで、やっぱそのあれはありますよ、え、みやみちゃんは大丈夫なの、一緒についていくの、ついていくんですけど怖いですよ、あの怖さはそれはあるよな、まあまあまあそうなん、行ってから考えようって感じなんで、お前はそれでいいけどな、行ってから守ったったらええかな、なるほど、治安はでもめっちゃいいんですよ、日本よりもいいって言われてるぐらいなんで、それはめっちゃ安心やな、全然安心です、まあ、あとは言葉やんな、英語喋れんの、結構喋れますよ、結構勉強してて、どれぐらい、全然喋れない、全く言うてる、あ、じゃあこれ英語何、ブラック色じゃない、物の名前、シガーポケット、あ、だよもうアシュトレイ、アシュトレイ俺の方が知ってるやん、知ってる、いや俺海外旅してたから、うわいいな、そうやって新しくチャレンジするって、いや俺もやるけどこれからもずっとずっと、いやだってこんな人が隣にね毎日ましてや会ってた時もあってさ、いろんな話聞かれる、いつも次何するかって話してたよな、もう次俺こんなことやねんこんなことやねん、じゃあ自分がね何してるんやろ、もっとやらなってなってくんねん、嬉しい、別に夢とか持とうぜとか人生一回しかないぜってタイプじゃないから、いろんな幸せあると思うしですけど、こんなんがおったらさ、こんなん言うたらあかんけど、全然まだまだこれからやわ、ほんまにこんなん言うからそれの影響でかいですよ、あでかい、うん、あ嬉しい、なんか軽く思えるもん、いろんなことやるときあの人こんなんやってたしな、あの人やってやるやろな、いやでも分かるわ、漫画とか俺読んだらそう思う、クローズの漫画読んで喧嘩バリ強くなったみたいな、あ俺簡単に影響されるから、いやでもめっちゃわかります、そう夢に対してめっちゃストイックな漫画とか見たらもうめっちゃモチベ上がるし、漫画みたいな生き方したの、漫画以上みたいな生き方して、いやだからドバイとかいずれだから俺も行くわ、いやほんまにでも来てください、今年行くわ、早いって半年ぐらいちょうどい、英語とかも俺まだまだ喋られへんからもっと喋れるようになりたいし、海外移住編来るかもしらんわ、楽しみやな、ほんま嬉しいですよそう言ってもらえたら、まあ、ドバイの話もいいんですけど、ジョーさんあれですよ、ヤフーニュースとかなんかね、ジョーさん1000万寄付したでしょ、いきなり
そう、えぐいっすね。ニュースとか見んねや。見る。そんぐらいでかくトップページ載ってたから。だってもう俺西内でずっとやらせてもらってるやん、活動。もうどんどん思い入れが入っていってるわけやん。区長と一緒に飲みながらこれから西内どうしていくかみたいな話とかもしてるわけやん。そんぐらいの規模の話になってるんですか。何十年続くような伝統な祭り作りたいなとか、もう1店舗ぐらい出してもいいかなとか、西成のいろいろ考えて。実際西成をジョーさんがお店出す前とかも話聞いとったんですよ、うん、西成これから盛り上げるみたいな感じで言ってて、うん、ある日、まあ、西成を歩く機会があって見たらめちゃめちゃ若い子いてて、喋る機会とかで聞いたりしたら、ジョーさんのお店に行きたいってみんな観光地化してて、この人すごいよほんまに。ちょっと盛り上げれたなと思ってんの、マジで。こっちとかこう撮ったらよかったなって。まあまあ、でもそこでまだ勝ってないのもかっこいいというか、なんか勝負したいね、常に。だから保険かけるようなことしたないね。常にパラハラドキドキしてるの、何をするかって。はい、大好き。だからそういうのめっちゃ好きやね、ドバイ行くとか。そのジョーさんの気持ちが入りすぎてて今回それ出たってこう魂を入れてチャレンジしたいなと思ったから、だからめっちゃかっこいいと思った今回。僕もドバイ行く今気持ち的にはもうほんまにツッコミに行くんです。友達に対してかっこいいってあんまなかったですよ。まあ、友達かっこいいな。ほんまですか。ほんまに初めて思った。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。それはかっこいいと思ってた人をかっこいいと思わせて大変じゃない。いやだからでもこっからやな、こっからまた違うショーが始まるから。俺なんかやりながら、例えば今回200万超えて、次俺32歳になったら西成に俺の覚悟として1000万円寄付しようとか、次考えてんねん俺のプランとか。もう本みたいなもんやと思って、うん、今何ページまで来たの、うん、第3章ぐらいまで来たの、はいはいはい、何編やな次。だからその何編を作るってことは新しいものに飛び込まな作られへんと思うから、ステップアップと同時に。だからタミちゃんもなんか新しいショーを始めるんやなっていうのがすごいいいなって。でどれだけこれでタミちゃんが変わるのか、ずっとしに行くわ、あの人は今みたいな。いやいや悪い方や、忘れられてる方や、落ちぶれてるやん、うん、でも動画見てなかったからその状態になってる人おるかもしれない。いやでもそんななってるかもしれないですけどね、うん、躊躇せんの。ちょっと行こうってなったな。今までタミちゃんが決めたことって全部正解やった。そういう嗅覚をちゃんと持ってんねんな。いろいろ待ってますよね。こう言ってくれるのは嬉しい。すごいサポーターですよね、うん、そうやって動画を上げてくれるんやったら微笑ましく見れるわ。今楽しんこうなんやな。動画がその一つの日記みたいになるやん。そうですね、すごいですよね YouTube で。そうだ、うん、相手の確認できますもんね。そうだし、全部やったことが思い出として YouTube のページに残ってるってのは俺はすごい嬉しくて、アフリカ縦断したなとかたまに見ちゃうもん。この時の俺ってこんなんやったんやなとか。こいつ気になるんだこの。いやもういいやん、なんかそんぐらい。1時間くらい前から私も気になってて。やろうやろう。友達とかも会う人会わん人も寂しないん。まあ全然寂しくないです。まず自分の言うてこと優先です。さっき黒番だからちょっと寂しなってきた言うとったやん。その話なしって言ったやん。いやでもね、ぶっちゃけ寂しいですよ。親父にも会えんくなるし。おそうやん。動画出してましたけど、やっぱ親父とずっと一緒にいたんで、そこも会えんくなるのは寂しいけどやな。自分のために生きてるし、大人のためにも生きてるやろ。そうそう、ためにも生きてるけど、まず自分やん。何してアホやな。そのテンション感めっちゃ好きやわ。めっちゃだから今日素の映像になってると思う。え、いつも素じゃないの。素やけど、まあ、気張りますね。プライベートの方が多い。まあそうっすね。てかほぼプライベートやん、 9.9 割。初めてですよね、この喋る動画上げた僕とジョーさんの。ドッキリみたいなのとかエンタメ系の。そうっすね、企画系はあるけど、ほんま世界初やったんです。大きく言うかな、俺らの中で初めてやったら世界初やもんな。ね、ほんまに嬉しいっす、撮ろうって言われたの。残される側の方が寂しいから。ちょい会ってない期間もあったし、でやっとこう久しぶりに会えるようになってきた思ったら、次ドバイ行けるから。離れたりひっついたり離れたりしてますよね。ほんまに磁石。お互い SN 特有の時もあれば NNSSSS。 いいかその磁石のことで。そこまで本気出して言うことじゃない。拗ねてる、かわいそう。なんかいい例え言ってたみたいな感じだったけど全然普通だよな。うわ、泣きそう。そうなんや、ドバイで Vlog やんねや。大丈夫ですよね、めっちゃいいこの撮り方。日常、俺非日常ばっかやったから距離感遠いやん、親近感少なくなるやん、うん、でそっちはそっちでジョーの良さとしてオリジナルコンテンツあってもいいねんけど、やっぱ日常の方がみんな興味あると思うやん、うん、日常の方が距離感近く、ジョーってそういう風に普通に飯食いながら友達との何してんねやんみたいな、ね、Vlog で伸ばしたいっていうのもあるし、見てほしいなとあるし。で Vlog 伸びると思う、結構 Vlog やりたいっすね。僕はやっぱり田村家の日常とは言っても田村家の非日常やったから。なるほど。だからほんまに田村家の日常っていうのをドバイでしたいなっていう。そこにファンついたら一番強くなる。日常にファンついたら自分のことを本当に好きって思ってくれてる人たちがここにおるから、自分の価値観とか生き方とか考え方とか、そこに絶対ファンつけていった方がいいと思う。
や、ほんまにね、過ごしたいです。ドバイ、ユータ、タムチンの動画見たら分かりやすいよね。めっちゃいいや。ドバイ移住したい。でも、どこで見よう。タムチンのチャンネル見たら分かりやすいよね。あー、めっちゃいい。でも、移住って、多分ドバイがそんなに注目が集まってるからこそ、どうやってやっていいか分からへんと思う。生活スタイル、家賃、どうやって家借りるとか、ビジネス立ち上げるためにとか、うん、もうそれ日常動画の中に入れていったらいいんじゃん。ビログの中でこう話してる感じでね、うん、今回みたいに何日かに分けて撮ってるから、その中でそういうシーンもあってもいいんちゃうかな。うわー、でもあれだな、動画楽しければ楽しいほど寂しなるな。いや、ほんまやこれ。そういうの結構感情的やね。友達系が一番これ無理やね。ドラマとかでも友情系が一番くんねん。だから俺ゴリちゃんの時もそうやん。ゴリちゃんって言って一緒によく遊ぶ友達がおって、作曲家やっててジョブルクの挑戦っていう曲書いてくれてたりとかする、ケツメイシの曲とか書いてる人やねんけど、ゴリちゃんともずっと一緒におって、ゴリちゃんがニューヨークで勝負するわって言って、でビルボード取りに行くわって本気で言って、今ストリートファイターの曲とか作ってるやん。すごい刺激もらってんねんけど、ゴリちゃんが行く時の何日か前に三茶でおって、三軒茶屋で、じゃあ俺行ってくるわなって最後言った時に俺ちゃんと号泣したの。ほんまに？うわー泣いて、今日から誰と遊ぶねんって。ゴリちゃんの場合は俺らが365日おったみたいなあったやん。その流れのまま行ったから、じゃあ今日泣けないですね。ちょっと空いたもんね。ちょっと空いたもんね。泣かんようにするよ。酔っ払ったら泣くかもしれない。ジョーさんはほんまに友達好きですよね。なんか乗り移っちゃう、その人に感情が。そいつが幸せなんだ、一番幸せ。僕ジョーさんに言われてすごい嬉しかった言葉があって、うん、まあ、2,3 年前とかいろいろあった時にジョーさんがタムチンがどうしたいか何がやりたいか分からんけど、絶対俺は味方やし、何回も言ってくれたし、タムチンがどう転んでも、うん、タムチンがこう悪いあれになっても俺はタムチン味方やから心配すんなよ、うんうん、まああの言葉心強かったですね。そういう感じやな。友達言ってくれる人っていないじゃないですか。言ってくれる人も言える人も、うん、だからほんまに相変わらずジョーかっけえなーって思って言葉だけでも、ポッて一言言われるだけですごく助けられたんで、嬉しかったですよ。いやでも応援してる、ドバイ頑張ります。こんだけいろいろ語ったら、これの視聴者さんも人魚良すぎるし、いいやつばっかりから、タムチンのことを追いかけると思う。今どうしてるかな、うん、ほんまにね、このリアルなドバイでのいろんな話をこのビログ形式だったりでほんまに出していくんで、皆さん見てください。今後このタムチンの活動に、うん、俺もだから慣れた頃に行くわ。もうぜひぜひ案内するんで、タムチンに皆さん嬉しいな、期待してください。不安もなんやらかんやら分からんことばっかやろうけど、結局そういうやつが勝つと思う。どれだけ賢いかとかっていうよりも、勇気を振り絞って動けるやつが結局勝つと思う、うん、頭アホやから僕。いや俺もやで、賢ぶってるだけ。いろんな TikTok とかで覚えた言葉を使って寄せてるだけやから、ほんまポンポンアホやから、うん、やけど逆に武器っすよね。何も考えず突っ込めるから、うん、頑張れるやつら勝つよ。何かを見つけてそれで動ける瞬間ってめっちゃ良くない？なんかそういうのを人生で何回も作っていきたいなと思ってるから。いやもうほんまにそうです。俺も移住しようかな。ジョーさんは日本行ってほしい人。でも正直そのどこに骨を埋めるかみたいな先を探してるっていうのはあるやん、人生に。誰とどこにおるかみたいな、うん、だから俺別に西成は西成で愛してるけど、もう盛り上げまくったら別に別のとこ行こうと思って、うん、で別に別のとこで盛り上がれば盛り上がりますからね、西成。うん、自由っていうのは常に欲してるな、うん、食べてくれる。うまそう。これ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 、しゃぶしゃぶで、しゃぶしゃぶっすよ。しゃぶしゃぶやろ。うわ、うまっ。うまい。それ何豚やろ。これ何豚ですか。淡路のエビスモチブラ。エビスモチブラ。バナナ食べて育った豚や。へぇー、すごっ。ほら、こうやって明日からバナナ食べる。自分が食うでも、そうなの。ジョーさんちゃうな。ジョーさんはやっぱ美味しいお店いっぱい知ってるわ。俺の親父と妹がグルメやねん。だから俺も知ってるだけで、発掘したいねん、いろいろ。めっちゃ美味しい。マジでうまい。ドバイもご飯美味しいね。いやどうなんですかね、現地飯をまだ食ってなくて。ああそう。まあでもあんまりいいでしょ、やっぱ日本でしょ。まあ一番うまい日本やな、ね、ドバイで行くと。ありがとうございます。いいですか、動画ね、はい、社長が。なんとありがとうございます。いいですか、ありがとうございます。60度一気に食って飲んだ方がいいですよね。いや、チビチビでいいんじゃん。うお、ロシアの人とかが飲むやつ。うわ、ロシア知り合いおらんから分からんけど、おいしい、おいしい。うわ、でも全然飲める。おいしい、おいしい。なんか60度って思ってたけど、おいしい。これぜひ飲んでみてください。60度。
これを島とかで飲んだら幸せっすね、海見ながら。さっき何の話したっけ。これはバナナ。違う違う、そうです。マジで60度も全部ドバイ行って、またこうジョーさんと連絡取り合ったりもすると思うんですけど、やっぱジョーさんは直接会うべき人やと思う。まあまあ直接会った方がな、感情とか交わしやすいよ、電話より。熱気がすごいから、例えばタムチン頑張れよって LINE を言われるのと直接言われるので、普通の人やったら変わらへんねん。なるほどな。でもジョーさんの場合 4,5 倍で来るから、タムチ頑張れよみたいな、お頑張るみたいな。でも LINE やったら頑張れよ、ああ頑張る、あっていうのが僕個人的にあって、だからドバイで待ってますね、うん、みんな直接会うべき人やと思う、うん、いや俺もそう思う。本当の自分をもっと知ってほしいなって思いはあるよ。自分には自信があるから、うん、ほんまに熱いんじゃん。だって初めてジョーさんの熱さを感じたのがミソのユニバースで、最後締めくくりの時にジョーさん喋った覚えてますか、うんうんうん、覚えてる。あれを僕ジョーさん生で見たんですよ、うん、ジョーさんの語りっていうの、うん、もう泣いてたんですよ、こんな人おるんやみたいな。それがずっと変わらんくて、この人多分直接会うべき人。いやでもほんまありがとう。なんていうの、伝わるんかな、なんか純粋に嬉しい。なんかそうやって友達に言ってもらえるのは嬉しいわ。あんま俺たぶんのこと年下とかそういうのあんま思ってないから、一人の人間として男として、まあ、かっこいいなとか友達やなと思うし、いやだからほんまに頑張ってる場合で、体調に気ぃつけて。いやお父さんみたいな。いやほんまにほんまに、やっぱその健康一番大事やから。その上で夢を追うから。そうそう、ほんまに確かに、そうそうそう、一番大事。今後のタムチンの活動にこうご期待。タムチンのチャンネルなんか撮れたら、多分もう撮りましょう。撮るんで、はい、皆さんよかったら見てください。はい、ありがとうございます。ジョブロック。何お土産とかくれんの？俺が、でも俺また空港ちょっと見送れた、見送りに行くわ。何これ？淡路島の？淡路島行ってた？旅行で？めっちゃええやん。ちょっと開けて、見て、開けてください。いや、かわいい。何何何これ？なんかホットティーとかに入れる？ドライフルーツみたいな。うお。シラスとチーズの和風でおしゃれやな。これメイン、これメイン。淡路島言うたら、あ、玉ねぎスープか。そうそうそう、お前オニオンスープ書いてあるわ。これが一番、めっちゃいいやん。何で淡路島行ったの？やっぱり自分探しを。嘘つけよ、ドバイ決まってんのにまだ探してんの。じゃあ気ぃつけて。まあその前にちょっと一回会えたら普通にラフに。そう、ガチで。ちょっと寂しいから。寂しい。うん、まあ連絡取るよ。はい、頑張って。ありがとうありがとうありがとう。ねるちゃん、今日送ってくれてありがとう。ありがとう、運転。じゃあね、はい、ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。